はい、今回はスノーピークの、ウォータープルーフユニットギアバッグと、ユニットギアバッグ、こちらの商品を紹介したいと思います。2019年に、ね、発売開始している2019年の12月ぐらいですかねから発売している商品なんですけども、ちょっとそっくりなまた双子みたいな商品なので違いなどをちょっと見ていけたらなと思います。まずは、ユニットギアバッグから見ていきたいと思います。よいしょ。サイズ感はですね、こちらが110っていうサイズなんですけど、こっちが350の、250の110っていう大きさになってますね。で、こちら220っていうサイズは、ですね、幅とか奥行き同じで高さだけが違う。110、ですね、こちらが110の高さに対して、220、高さが倍になってますね。サイズ感としてはホームページでも紹介されてるんですけども、シェルコに入るよ、スポット入ります。こんな感じで220の方も同じくスポット入ります。大体サイズ感はこのシェルコンタにサイズはちょうど合ってる感じになってますね。はい、で中身開けていきますと、ちょっと中身収納してみたんですけど、こんな感じです。ちょっとあえて社外品入れてみたんですけど、ラージメスティン入れてちょっと余る感じ、ちょっと調味料入れてもいいのかなっていうようなスペースが、塩コショウとかバジルとか入りそうなスペースがあって、で、250の缶だとちょうどそのまま平べったく、 CB 缶だと横にしてちょうどいい感じですね。で、仕切れは3つついてます。こことここと、マジックテープで外せるので、まあ、入れたいアイテムの幅に合わせて仕切りを、細かく変えてもらっていいと思います。あとは蓋の方にメッシュポケット、これ2つに分かれてるのいいですね。細かくこの場合調味料とかお箸のグループとかに分けて入れることができます。ここ繋がってないんで結構ね、細分化できて便利そうだなと思います。で、いきなりなんですけど、このサイズ感見るとやっぱりこう気になるのが IGT のユニット入るんじゃないかなっていうのがちょっと気になっちゃうところだと思うんですよね。多分ホームページなんかだと入りませんよって確か書いてあったかもしれないですけど、一応やっぱりなんとかすれば入るんじゃないのっていう気もしてくるんで、一応やってみます。やっぱり人気のフラットバーナー、やっぱ IGT に使う方多いですね。ワンユニットサイズになってます。結構いけそうな感じなんですけど、入れてみるとやっぱ残念ですね。ちょっと入らないです。これ自体がねユニットぐらいのサイズになってるんで、やっぱり内側にはちょっと入らないので、IGT のオプションの、収納に使おうと思っている方は残念ながらこれはお使いいただけませんので、お気をつけください。もう一回戻して、次は大きい方いきましょうか。220のサイズです。これもいろいろ、こっちですかね、社外品とかも入れてみたんですけども、結構しっくりきたのがユニフレームの ULX、 これ結構ぴったりですね。ランタンはね、スノーピークだとケースがちゃんとねみんなついてくるんで、こういったバッグに入れる必要はあんまりないのかもしれないですけど、 ULX はねこれケースが別売りになってて、本体買うとねこの状態で使うんで、これのケースね買おうかどうかって方はこれに入れちゃうのもいいかもしれないです。でカートリッジも2つぐらい入れて、まあ、これも仕切りで3つですね、仕切りは3つ、ちょっと大判で、それちょっと固めの素材のやつ入ってますけど、ちょうどガスカートにちょっと一緒に入れてちょうどいい感じのサイズなんですね。うん、こんな感じでマントルなんかもね一緒にこう挟んで暖床材にするといいかもしれないです。あとはパーコレーターとかね、
これでもちょうどいい高さですね。これもね、ナルゲンも今500ミリですけど、1リッターも十分入りますね。で、500のガスカートリッジはちょっと頭残るぐらい、ちょっともったいないですけど空間が残るんで、まあ、こんな入れ方もいいかと思います。で、蓋の方は今度はこっち横長のジッパーが2個ついていて、まあ、カトラリーでしょうね、これね。やっぱりナイフとか包丁ですかね。長屋しゃもじもしっかり入ります。こっちの内側っていうんですかね、内側のやつと外側のこのジッパーの中身がちょっと大きさが違うんで、こっち側の方がちょっと広めになってます。で、こっちの方はね、調理ベラとかで、ね、こっちの方も入ります。この調理ベラをこっちに入れようとしたらちょっとね、きつくて入んない感じでした。こうですね、こっちのがマチが幅があるんで、ちょっと斜めにすると長いもの入る感じですね。ちょっと引っかかっちゃうよ、いしょ、こんな感じです。やっぱりこちらもサイズ感同じなので IGT の収納にはちょっと使えないようです。でもね、このやっぱり細分化して運べる感じがいいですね。すっきりしてて、ちょっと ULX は気持ちいい感じでした。はい、続きましてウォータープルーフユニットバッグ、しかもですね、ウォータープルーフユニットギアバッグですね。こちらも110と220ってサイズがあります。そうですね、こっちは逆に言うと仕切りが全然ないバケツになる素材は、PVC ですかね、使ってるんで、もうバケツになっちゃう完全防水の収納ケースですね。で、蓋の方がすごく良くて、これハンドル取ると、こっちはメッシュなんですよね。商品名からちょっと分からないと思うんですけど、こういう風になってます。かなり立体感も強くて、こう、潰れにくい箱みたいな感じしますね。立ちがあって、こ結構ね、いろんなものにこう使えるイメージですね。防水なんで、やっぱ、まあ、濡れた困るもんっていうか、濡れた食器とかですかね、洗い物キャンプでして、こう持って帰るときに乾かしきれないときに、とりあえずこれに入れて、蓋しても通気があるんで乾くよっていうところだったりとか、下がすごくね、こうツルツルしてて、水とかたわしでガンガン洗える感じなんで、調味料でこう、お醤油とかね、油とか入れて、ちょっと こぼれたら心配なものっていうのも、ここに入れて運ぶのもすごくいいかもしれないです。サイズ感としては、先ほどのギアバッグと近い感じですかね、高さは。と、低い110のサイズで250。やっぱ500は入りませんよっていう感じですね。220の大きい方。あ、そうですね。これ十分高さあるんで、もう500でも余裕があります。こっちはもう本当に洗い物にこう汚れたお皿とかガンガン入れて持っていくイメージだと思います。で、ちょっと今見て気づいたんですけど、この、こっちがいいですかね。メインのこう、マジックテープがついてるハンドル、片手持ちなんですけど、これとは別に、もう一個、ちっちゃいハンドルついてます、ここに。多分これ洗い物するときに、水と一緒に食器とかいっぱい入れて重くなったときに両手で持てるとか、あとは、あれですね、まとめてこうね、カレーなんか作るとき、じゃがいもとか人参とかいっぱい入れてこう水洗いしたいときに、こう、水入れて洗うときにも、こう、ちょっと動かしたいとき、これ両手で持てるんで、これすごくいいですね。こういったバケツタイプね、いろいろありますけど、こういう持ち方したりとかね、ここでメインで持つと、形ひしゃげちゃったりとかして、持ちにくかったり、置くときに崩れたりするんですけど、これがついてるのすごく、便利だと思います。これ110の平べったい方にもついてます。いいですね、これ。さすが、さすがっていう感じですね。気が利いてます。あとはね、このサイズ。やっぱ深さがあるんで、汚れたブーツとかね、僕なんか釣りするんで、濡れたウェディングシューズとかね、ガボッと入れて、家持って帰って帰るまでこういうものにバケツに入れて、防水で持っていけるのはすごくね、いいかもしれないです。はい。
で、ウォータープルーフの、ですね、ユニットギアバッグ、もう一つちょっと面白い特徴がありまして、そちらの方もご紹介します。はい、そしたら、ウォータープルーフユニットギアバッグ、こちらのもう一つの機能なんですけども、なんとアイアングリルテーブルにはめ込むことができるっていうところなんですけど、これあのエントリー IGT ですね、ちょっと用意しました。これに入るのかどうか、ちょっと上から入れるとこれ熱いんで下から入れた方がいいと思います。こういう感じでちょっとこう押し込み気味にこう入れていけますね。こんな感じで実際ね、これどういった使い方するのかなってちょっと思うとちょっと不思議なんですけど、まあ、例えばあれですよね、なんかお魚釣って鮎とかね、ワカサギとかバーッと洗ったやつをこのまま持ってきて、ここで今説法園これついてますけど、こうやって焼くとかですかね。調味料をね、まあいっぱいすっごいいろんなね料理作る方だと調味料と食材とか入れてもいいかもしれないですけど、あの結構しっかりしてて全然落ちそうにないです。多少重たいもん入れても、まあ限度を超えるとねこれ変形するかもしれないですけど、結構しっかり思ったよりいい感じにはまってます。すごいですね。このままチャックを閉めることも可能なんで、一応ね食べ物のストッカーみたいな感じにも使えるかもしれないです。はい、では以上が、ユニットギアバッグ、それともう一つウォータープルーフユニットギアバッグのご紹介でした。ありがとうございました。